はい、こんばんは。毎度おなじみ、ゆうご .tv でーす。お届けするのは、アッシー、佐久間ゆうごでございまーす。よいしょと。はい、今日は、落書きバージョンでお届けしたいと思います。そして、本日は、人生丸ごと青春時代に変える方法、こちらを最後のお題になります。明日からまた違うカテゴリーからお題を30項目ぐらい出していくので、何かリクエストとかあったら、こういうお題系がいいですとか、年齢とか 何十代、20代、20代、30代、40代、50代、60代、70代とか、年代を教えていただければ、その項目をやっていきたいと思います。何もなかったら、自分が興味あるカテゴリーからまたお題を毎日読んでいきます。はい。ということで、本日の最後の青春時代、こちらのカテゴリーで最後のお題は、勉強は永遠の青春時代を約束する特効薬。こちらを今から読んでいきます。病院には永遠の青春を約束する薬は売っていません。病院で扱う薬は心の薬ではなく体の薬だからです。では心の薬はどこに売っているのでしょうか。勉強です。勉強そのものが永遠の青春時代を約束する特効薬となります。学習や学問と言ってもいいでしょう。勉強には心を常に上向きの状態にする効果があります。新しいことを知り、知識や知恵を高めていくということは心の向上につながるのです。頭は筋肉と同じです。体を鍛えるとき、ダンベルを使って筋肉を動かすことで強化させることができます。同じように勉強というダンベルで頭を鍛えていくことで心も強くなります。体を鍛えるためには運動すればいい。心を鍛えるためには勉強をすればいい。単純なことなのです。学校では無理やり勉強をさせるがために勉強嫌いの人がたくさんいます。しかし、学校を卒業して社会に出た後、猛烈に勉強がしたくなります。新しい情報も何も頭に入ってこないのは、頭を動かしてないということです。自転車を動かさなければそのうち錆が出てしまうように、頭も動かさなければそのうち錆ついてしまうのです。勉強は頭を鍛え、心を若返させるように何よりの特効薬です。勉強している限り、体は衰えることがあっても心が衰えることはないのです。今日の格言、勉強をして頭の錆を取る。なるほど。めっちゃ、共感できますね。体を鍛えるためには運動すればいい。心を鍛えるには勉強をすればいい。なるへそね。髪ぐしゃぐしゃだな。はい、ということで、今日も勉強になりました。それでは皆さん、良い週末を。ゆっくり読書でもしてみる時間を作ってみてはいかがでしょうか。ということで、本日はこの辺でドロン。聞いてなかった。もう一度ドロン。